名古屋を拠点とする SKE48 は専用劇場をリニューアルした。今日はそのこけら落としに秋元が駆けつける。移動の車の中、秋元は疲れていた。朝方まで作詞をしていたらしい。今回のカップリング曲の詞ができたのだろうか。作詞をされてたんですか。いや、直しです。あ、直しですか。直しと、NMB の、あの48のアルバムを出すんで、それを選曲しないと、アレンジ発注しないと間に合わないので、その選曲をしてたんですね。だから これとこれをアレンジ発注して、これは今回は使わないけれども AKB の方のカップリングに使おうとか、そういうのありますね。通常はシングルだったら500曲から1000曲ぐらい聴くと思いますけど。1曲につきということですか。そうですね、1曲につきっていうか、まあ、そのどん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 こういうタイプ集めてくれっていうものの中から、まあ、500曲から1000曲ぐらいから、まあ、これは表題曲とか、これはカップリングとか、これは取っておいて、何かに使おうとか、そういうのありますけどね。普段は、どういう環境で詩は書かれるんですか。まあ、その時は違いますけど、まあ、多くは、はい、あの自宅で書くことが多いですね。自宅の夜中から明け方にかけてが多いかもしれないですね。AKB グループの楽曲ほぼ全てを作詞する秋元は、同時に何曲もの締め切りを抱えている。劇場に着くなり別の楽曲の打ち合わせ、平均して3日で2曲のペースだ。秋元はいつカップリング曲の詞を書くのだろうか。次世代を担うアンダーガールズの撮影日前日、まだ一曲も詞は上がっていないが、この日も秋元にはさまざまな予定が入っていた。午後、テレビ番組の収録、柏木由紀との対談だ。じゃあ
今一人待たされてる感じとどうかな。これうまい。明日の分の歌詞だけでも来てほしい。秋元の歌詞を取りまとめる熊谷は気が気ではない。目の前にいる秋元に聞いてみたい。書く時間ありますか。歌詞がなければダンスの振り付けもできない。そしてもちろん歌うシーンも撮影できない。この日は番組収録後も会議が続いた。おはようございます。例えばその締め切りっていうことでせっつくことがいいことではないので、でもそれはもう待つしかないんですね僕らは。はい、そこはすごい難しいところ。毎回、はい、会議の後は打ち合わせを兼ねた食事会。秋元もまたスケジュールと戦っていた。すごく真剣に伝えて。一番最初の夜8時、ついにアンダーガールズの歌詞が上がった。AKB48 専用レコーディングスタジオ。ようやく歌詞が上がったのにそこにメンバーの姿はない。田中は AKB グループ全ての楽曲の制作を手掛けるレコーディングディレクター。秋元が最も信頼を寄せるスタッフの一人だ。歌詞が届きました。あ、これは今日届いた歌詞。さっきね、曲のタイトルはウェイティングルーム。いつかステージに上がれる日を夢見る心境をみずみずしく描いたアンダーガールズらしい作品だ。サビの最後には星になるの歌詞。梅もですか。そうですね、いつもあの作家から送られてきたこうメロスに歌詞が来るとこう当て込んで、これをガイドに仮歌の人が歌うんですけど。今日見たばっかの歌詞ですもんね。てか曲も初めて聞きますよ。じゃあ始めていきます。そうですね、始めちゃいましょうか。はい、仮歌を歌うため西野がレコーディングブースに入る。もしもし、はい、ちょっとじゃあ一回あのメロに沿っていきますね。はい、分かんないとこあったりって。でも今回そんなにハマり悪くなかったので、はい、結構いけるかなと思います。はい、じゃあサビの前まで、はい、いきますね。ギリギリに歌詞が上がるのでメンバーを集めて歌を取ることはできない。そこで仮歌を歌う歌手が常にスタンバイしているのだ。もしもし、はい、はい、まず B にがっつり3度下でずっと行ってみてください。試しにちょっと家の頭に、はい、次々に誰かが生まれていくか、誰かが
あ、そうか、そうだったね。うん、その音でやってみてください。次々に誰かが呼ばれてゆくチャンス。お疲れ様です。これでPV 撮るってことですね、この音源で。そうですね、もうちょっとレコーディング間に合わないので、はい、これに合わせてみんなリップシンク撮って、はあ、後でこれに合わせてまた歌っていくんですけど。この撮影はいつですか？明日ですね。明日ですか？はい。なるほど。明日です。今ちょうど下のレッスン場で、はい、ダンサーさんが振りを今作ってるところで、で今これからこのデモと、はい、振り分けの歌詞を持って、はい、下に届けるというところです。12時間後ぐらいにはもうリップシーンを撮り始めてるぐらいの。田中は仮歌が入った音源を秋元に送り、さらに待機している振り付けチームに届ける。お、あー、田中さん、できた。あー、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。歌詞は明日の朝また変更があると思います。はい、そうなんです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウォーウォーイエイ。そう、ウォーウォーイエイ、ちょっと付け足したんだけど、それあるかどうかまだちょっと秋元さんに確認取ってないんで。はい、これはこれ今から振りを作り、はい、3時半ぐらいにここを出発し、3時半、はい、はい、でロケ地に行き、群馬県ですか？群馬に2時間半か3時間かけて行き、朝の6時半とか7時ぐらいからメンバーに振り入れです。間に合わせないと。ってことですよね。でもまだ今回早い。え、今回いい方ですか？そうなので、頑張って間に合わせようと思って。え、もっと悲惨な時もあるんですか？悲惨な時は撮影始まって、午後ぐらいに来る時もありまして、一回来なかったことがあって、来なくてバラシになったこともありますね。出発まであと3時間。歌詞のポイントは星になる。振りのポイントも星。やばくない？これなんか本物みたい。やばい。首で見せる。いや、なんか四角の上に。こうやれば見える。これだ。ちょっと牧野さんの手をもうちょっと上げる。これが一番わかりやすくて可愛いんじゃないか。まもなく出発だ。一応形にはちょっとあとは現場で調整しながらって感じになるかと思います。深夜3時半、振り付けチームはバスでロケ地の群馬県に向かった。